はい、皆さんお疲れ様です。今回はデッキテンプレ4つのご紹介動画となっております。新しく実装されるゲームシステムのデッキの概要については動画を別で出しているのでそちらをご覧ください。テストサーバーと本サーバーのコマ配分の違いというのは、と共有コマの人狼のコストが2ゴールドから3ゴールドに変わるというくらいなので、新しく実装した時にまずは持ってきたいデッキテンプレを今回作ってみましたのでお願いいたします。まあ、結論、デッキはどんなものがいいんですかって言われると、まあ、好きに編成したら良いと思うっていうのが、まあ、結論ではあるんですけど、まあ、正直と試合やっていく中で欲しくなるコマとか入れ替えていけばいいんじゃないかなと現時点で思っているので、まあ、とりあえずと持ってきたいテンプレデッキを作ってみています。各デッキでとどんな構成にいけるかも一緒に掲載しているので参考にしてみてください。今回と作成したテンプレデッキは太鼓ディバイン編成デッキ、アサシンビースト編成デッキ、ナイトグレーシャー編成デッキ、結構広め編成デッキになります。まあ、情報量が多くなりすぎないようにテンプレの4選と構成リストのみの情報に落としています。各構成のテンプレアイテムとか配置とかは、今まで出してるテンプレ構成とか、これから出していくテンプレ構成一覧の動画とか、まあ、あと最新環境のテンプレ一覧みたいな動画を見ていただければと思います。気になってることなどがあれば、とディスコードとかコメントとかでぜひ教えてください。デッキはどこから作るのかっていう とこちらのスタートボタンの上にラインナップというボタンが新しく実装されますので、こちらをクリックして、4つのデッキが作れるんですけど、まあ、任意のデッキをクリックします。左のこのパブリックピースとオプショナルピースというのが共有コマと候補コマになるんですけど、まあ、上の方を選択している場合は共有で出てくるコマ、こっちの方は候補コマになります。まあ、ここの左から見て右の方にあるゴミ箱のマークをクリックすると全部デッキをリセットすることとかもできます。それではデッキテンプレについてご紹介していきます。まずは太鼓ディバインデッキです。こちらのデッキでは主に太鼓族やケーブロックディバイン、ホーンシャーマンディバイン、オロロクディバイン、ウィザード4構成などに迎えるようなデッキになっています。まあ、溶岩シャーマンが復刻するので石岩を抜いて溶岩シャーマンを入れるっていう構成が増えてくるんじゃないかなと思います。デッキ選択は好きなタイミングで行える仕様があるんですけど、太鼓族に向かう場合は3ラウンドまでのアイテムで太鼓に行こうとか思った場合は、まあ太鼓族と必然騎士が候補駒になるので4ラウンドくらいから、まあ、早めにデッキを解放するのがいいんじゃないかなと思います。次がアサシンビーストデッキになります。このデッキで迎える構成はアサシン6、ウィングスアサシン、ビースト6、インセクト4、ウォリアー9、アンデッド6になります。まあ、一番安定しやすそうなと物理構成が集まっているデッキ編成になるかなと思います。まあ、と迎える構成が比較的多い、かつと最終的に強い形も作ることができるようなデッキになっています。まあ、ウィングスアサシンに関しては前回の動画でもちらっとお伝えしたんですけども、経由コマのエースコマを重ねてからデッキ解放がおすすめかなと思います。あとはビーストに行く場合も、ビーストの低コストコマですね、魔毒のイモムシとカワストハンターが3ゴールドの候補コマになっているので、まあ、こちらビーストに行く場合とウィングスアサシンに行く場合は早めにウィングスアサシン行く場合は後から解放、ビーストに行く場合は早めに選択しておいた方がいいんじゃないかなと思っています。次がナイトグレーシャーデッキになります。まあ、基本的にナイトとグレーシャーが見れるデッキになりまして、主に迎える構成としてはナイト6、グレーシャー6、ビースト6、ウォリアー9、アンデッド6になります。まあ、作りきればなんかカスタムとか見てると分かると思うんですけど、1位を取れる統合性とかもあるんですが、中途半端な完成度になってしまう場合は危険な構成も多いデッキです。まあ、いくつか逃げ道になる構成とかも残しているようなデッキ編成になります。ナイトとかに行く場合は共有コマの霊人の騎士とか煉獄の騎士が早くに重なって、まあ、竜の騎士が早く来たとか竜の騎士がショップに並んだとかいう時に選択するのがいいんじゃないかなと思います。最後が結構広め編成デッキというもので、まあ、結構好みが分かれる編成デッキかなと思っていて、まあ、何の構成が好きかとかでも選択したいコマが分かれるかなとは思います。まあ、広めに見えてかつ最終的に強い構成も見れるようなちょっと無難なデッキになります。まあ、正直なんかデッキの仕様が
実装されてから、まあ、試合に潜ってみたけどわけわかめになったっていう時は、なんかこのデッキとかでもいいかなとは思っています。まあ、好みの枠の選択の考え方にはなるんですけど、まあ、私の場合は牽制だったら警部4が序盤から出しやすくなるし、ウォリアーで警部も出せるというようなと駒になるので、ジョチューバーの活躍とかウォリアーの評価が高いのであればこの牽制を好みで取ってもいいかなと思います。イーター、ソウルイーターは何かと活躍する駒になって、ウィザード4では必須駒になります。まあ、ただあとディバインとかウィザード4構成にあまり行かないとか、もう行かないっていうことが多かったということであれば編成しなくてもいいかもって思っています。で、毒竜になりますが、シンプルにと単体でと評価が私は高いです。で、アサシンとかディバインのエースにもなってくれるし、まあ、対物理構成に対するメタとして、ウィザード4構成に入れたりすることが多い駒なので、まあ、好みで取っていいかなと思います。次が4ゴールドの好みになるんですけど、まあ、ハンターロックがあと共通コマだけでは出ないので、カバーストハンター以外の枠としても採用するっていうような思考になります。で、シンプルにとスキルも強いっていうのと、まあ、この今毒の今虫とトゲの密漁者がいて、とスパイダークイーンも持っていけば、あとインセクト4も見れるというような感じになります。で、海賊王は、ヒューマン枠としての採用とか、あとはウォリアーに入れたい駒として、評価しています。まあ、ヘイスになることは、ほぼほぼない駒だと思うんですけど、サポート枠としては、かなり優秀な駒かなと思います。今回は、4つのテンプレデッキのご紹介と、そのデッキで主に迎える構成リストのご紹介をさせていただきました。まあ、引き続き、毎週土曜日、音地杯という、公式公認大会も行っておりますので、ぜひ、こちらにもご参加いただけると嬉しいです。このデッキシステムが、実装されると、カスタムもデッキ制になるので、まあ、私は結構楽しみにしていると、ゲームシステムになります。引き続きオートチェス攻略ディスコードコミュニティも運営してますので、攻略情報の情報交換とか、あとは質問とかしたい方とかは、ぜひこちらのコミュニティも利用してみてください。今回は動画以上です。最後までご視聴ありがとうございました。では失礼します。